ベッテリ・サリオラは、フィンランドのアコースティックギタリスト。スラム奏法と呼ばれる演奏方法を編み出し、お塩幸太郎にも影響を与えた。自身のバンドデッドシリウス3000としても活動している。1984年、フィンランド生まれ、ヘルシンキ郊外のエスポーで5代続く音楽一家に生まれる。7歳の時にクラシックギターを始めるが、マイケル・ジャクソンの音楽に出会い、 ポップスやロックを好むようになる。そのためバンドを組み、エレキギター、ベース、ドラムを一通り経験する。その後、マイケル・ヘッジスの影響を受け、アコースティックギターの特殊奏法に目覚める。そのため彼の楽曲は、オープンチューニングやスラップ、タッピングなどを駆使したものが多い。また、ベースのスラップ奏法、アコースティックギターのボディを叩くヒッティングを取り入れ、 それらを組み合わることによって、ドラムのバス、スネアのような音を出しつつ、ギターを弾くスタイル、いわゆるスラム奏法を確立した。彼はこれをスラム奏法と名付けており、YouTube でもその奏法による楽曲と演奏方法を公開している。押尾光太郎など日本のアコースティックギタリストも影響を受けてこの奏法を使用しており、特に押尾光太郎は、ペッテリサリオラを絶賛し、 ライブでも共演している。楽曲はインストゥルメンタルのみならず、自身でボーカルを取る歌も多く、作詞作曲ともに手掛ける。近年は、ペッテリ・サリオラ、タピオ、バックランド、ユッカ・バックランドでバンドを結成し、デッド・シリウス3000としても活動している。キング・レコードと契約し、もののけ姫やルーパン3世の楽曲も収録された、カバーアルバムス・ルーザ・イズ・オブ・アザーズは日本で、 先行発売された。ありがとうございます。